ハッチーもジャケット撮影。お、なんだなんだなんだ。この鉄道好きさんです。はい。おお。桑名駅で撮影。最後の音聞いてと。なんか秋口になると SL 乗りたくなるんですよね。なんでですかね、秋っていうのは。なんか、うん、温かみを感じるからなのか、聞きながら乗りたいって思っちゃうんですよね。紅葉と相性がいいんですかね。うん、確かに。確かに温かみが。わあ、でもたくさんいっぱい乗られてますね。うん。うん、なるほど、ハッチーはアーヤンの聖地巡礼をしたのかと、そういうことでしたか。あ、間違えた。これリンゴちゃんさんでした。リンゴちゃんさん。リンゴちゃんさんです。リンゴちゃんさん。あれ、養老鉄道 SL だっけと思った。そういうこと。リンゴちゃんさん。満島さんも来られてる。冬の SL もいいよというコメントも来てますね。こっちだ。で、養老鉄道好きさんこっち。今のこの音ですね、最後の音っていうのは。なるほど、桑名駅で撮りましたとコメントありますね。ありがとうございます。そして古澤さん、初めて見に来ましたとコメント来てます。はじめまして。水曜日にやっております。うん、お、井野さんも桑名ですねと。みんなすぐ桑名って分かりますね。慶心さんも素晴らしい。うん、こちら、これがオットイネップさんです。オットイネップさん、あ、アーバンライナー火の鳥を撮りましたと。うん、なるほど、右と左ですね、車両が。みんなコメント焼き鳥って言いそうですね。確かに、さすが、あや早い、先に出てる。あ、そして井野さんも初書き込みしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あれですかね、あのインスタグラムのストーリーに上がってて、上げた上げた俺なんで、あ、こんなの上がってると思って見てたんですよ。インスタから来た人いらっしゃるかな。うん、あ、なんかフェイスブックのストーリーにも上がってたかも。インスタと連動してるからですね。シェアしたから上がってると思うけど。じゃあついにインスタグラマーか。インスタグラマーか。名古屋の鉄道好きさん。はい、名古屋の鉄道好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。同じですね。お、井野さん早い、豊橋ですねとめっちゃ速攻で返信。私、え、びっくりしました。ワイパーがこうなっているんかと思いました。光のあれがあれですね、ガラスの加減ですね。はい、やばい、もうすぐそこに目がいっちゃうわ。やん、さすが。いつについてるかめっちゃ気になっちゃうんですよね。もう癖ですね。これ名古屋の鉄道好きさんと今 YouTube にコメントくれてる名古屋の鉄道さん別人らしいですね。はい、あと東武鉄道の SL さんも来られてます。飯田線乗り場だと。701系さんが出たワイパー女優と。ゆうちさん、ありがとうございます。ゆうちさん、一週間ランキング。はい、伊東橋で撮影。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらがしぷすけさんです。しぷすけさん、ありがとうございます。なごみじゃないですか。
これ東日本の超豪華列車で、お召しにも使用される車両ですね。小林さん来られてる、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらがトモパパさんです。トモパパさん？近鉄天王寺の出発に偶然出会い、急いで撮りました。ハンドルネームなんだっけ。父ですか、うん、これパパがついてるからあれと。トモパパ、トモパパじゃないですね。アイアンパパ、私のパパ。 あれ普段でも近鉄よく乗ってます。なんだっけ、私もうっかりしちゃいました、うん、なんか前なんか見たことあるなと思って。違ったらすみません。これもあるような内容なぐらいの、うん、はい、感じだけど、わかんない。こちらが5860さんです。おお、すごい。おお、大宮鉄道博物館に行って61に会えるまであと10日とコメントありますね。ありがとうございます。よいしょ。こちらが赤高瀬どちろまんさんです。お、赤高さん、津山線観光列車の桜美桜ですと。津山で撮影したそうです。かわいいですね、ピンクで。かわいい、うん、内装も気になっちゃいますね。あ、確かに、うん、かわいい、うん、が山中さん。山中さん、塩入りのカーブで撮りましたと。山中さん来たと。来た。早い。酒井さんが山中さんの投稿に山中とコメントされてます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ツイッター行きますか。あ、ツイッターに続きは来週。そうそう、続きは、はい。